ですね、今日のニンニンチャンネルはなんとですね、こちら台湾のちょっと昔ながらの古いマンションに住まれている日本人のお家にお邪魔をさせていただこうかなと思いまして、ご協力をしていただいたこちらの方、登場してもらいましょう。はい、こんにちは。お名前をどうぞ。はい、スケと申します。はい、お願いします。こちらに住まれて何年ぐらい？はい、15年経ちました。すごい長いですね。そうですね。こんな感じで今日はスケさんのお家にお邪魔させていただきます。はい、いらっしゃいませ。ちょうどここにもう一枚ドアが入ります。鉄格子ですね。そうです。防犯のため。防犯のため。台湾っぽいけど。そうです。はい。ここで靴脱ぐんですか？あ、いやいや、そのまま上に上がってきていただいて。もう一個階段がある、はい、で、またここにドアがあって、ここがからがお家？もう一つあります。もう一つドアがある。はい。あ、何これ。じゃあこっちは違う人が住んでる感じ？そうですね、はい、ここの家は、はい、ちょっとお邪魔します。そうですね。これ日本だと何畳ぐらいですか？多分浴室も含めて6畳あるかなっていう感じ、はい、もうちょっと広いかもしれないです。窓はついてるんですよね、はい、鉄格子みたいになっていて、私が子供の時代に住んでたお家です、はい、鉄格子がなぜあるかっていうと、やはり当時は泥棒が本当に多かったんですよ。こういう鉄格子で防ごうとしていたんです。それがずっと昔のまんまで残されてるんですよね。ここの場所を使って洗濯物が干せたりとか、あと僕そこでミントを育ててたりするので、有効活用をしています。あとこれ何ですか？あ、はい、ここにちょっといいですか？これこんなね、かわいい、ちっちゃい、しかもキッチンがないんですよね。あ、そうです、ないです、ないです。そう、台湾の人はあんまりご飯作らないですよね。そうですね、はい、特にこういう独り身の人間だったらわざわざご飯を作るってことはしないですね。電鍋っていうのはどういうふうにいつも使ってるんですか？はい、ご飯を炊いて、あと缶詰とかレトルトでご飯を作ったりとか、はい、あと、僕がよく食べるのは肉まんですね。冷凍のものを買ってきてこれで蒸したりとか、あと冷凍の水餃子を買ってきてこれで茹でたりとかして、なんだかんだで使ってます。健康いいですよね。いいです、便利です。っぽいですね。ちょっと見させていただいてもいいですか？はい、すいません、はい、シャワーどこで浴びるの？シャワーはここに。嘘、どこに立ってんの？これを引いて、こっち側か、はい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 、で閉めて。そうです。バスタブないんですか？ないですね。必要性も感じないんで。本当にこう便器とシャワーここについてて、そんな感じで、なんか不思議。日本はワンルームでも絶対バスタブとかついてるじゃないですか。ちっちゃくても絶対あったりするので、やはりこれは台湾ならではですね。台湾の方はあんまりこうお湯に浸かってゆっくり入る習慣がないみたいですね。暑いからかな、やはり、まあ、常に汗かいてるから、それ以上に汗かかなくてもいいっていう風な考えかもしれないんです。家具付きの物件なんですよね。そうです。と家具は基本的に、ベッドとこのクローゼットと机と引き出しは、備え付けのものでした。ちょっと家賃知りたいですよね。すいません、はい、いいですか、はい、家賃って毎月おいくら支払われてるんですか？そうですね、7000元。あ、日本円だと2万3000円、4000円くらい、はい、で、6畳以上ですよね、きっと、はい、のワンルームなんですよ。回しました、はい、ありがとうございます。機会があったら遊びに来てください。あ、はい、また来るんですか？はい、そんな感じで、はい、今日はありがとうございました。はい、じゃあ、はい、バイバイ。はい、バイバイ。はあ、なんかすごい面白かったです。やっぱり日本と違うんですね、作りとかも。じゃあちょっと続いてもう一方のお家にお邪魔したいと思います。はい、続いてはですね、女性のお家。
ちょっとドキドキですね。はい。こんにちは。こんにちは。かわいい。ようこそ。こんにちは。いいですか。はい。はい。どうぞ。はい。すごい。いいですね。白い感じの部屋ですね。台湾の日本人タレントなんですよね。はい、あ、どうも、はじめまして。早川さゆりです。よろしくお願いします。もう本当に真っ白で、あのこう圧迫感がないですね。綺麗、やっぱり女性の部屋って感じです。はい、これキッチンなんですか？はい、キッチンなんです。ちっちゃいんですけど。コンロがなくないですか？初め IH があったんですけど、換気扇がないので、あ、本当だ。そうなので、実はちょっとあんま料理しにくいなと思って外して、もう今は割としたら茹でるとか簡単なんです。ああ、でも換気扇のないキッチンって想像つかないんですけど、だけど綺麗だから収納もしっかりありますね。はい、はい、結構収納するスペースがあるので、これは？これは電子レンジですね。これ元からついてる？はい、元々ついてます。台湾ってこう家具付き物件が多いですよね。基本的に多分一人暮らしの場合は家具は付いてる。はい、付いてるが多いんですよね。で、これも付いてるんだ。はい、付いてました。なんかホテルみたい。すごいちゃんとちゃんとこの枠に収まって、ちゃんと考えてますね、およそ。大きい鏡、はい、インスタをちょっと拝見させていただいたんですけど、このちょっと童顔な顔で、ダンスが好きで趣味なんですけど、そうですね、キーチェとかここ履いて、これリドリームって言うんですけど、これ、はい、あの舞台とかダンス教室で普通弾いてあるやつを買っちゃって、でもこの辺でいつもでここ携帯も挟んで、見ながらとか録音も暮らしたりしながら練習して、ダンスはどれぐらい？ダンスはどのぐらい？3歳から21人でバレエやってて、でその後普通のジャズダンスとか、あとこう K-POP とかヒールとか、チアとかチアリーダーバレエで、じゃあ本当にダンスだって、はい、表現力は多分すごいありますね。ダンスやってる方は好きって感じ。なんかめちゃくちゃ明るくないですか？すごいキャピキャピ系ですよね。で収納、あ、ね、これ浴衣ですか？はい、浴衣です。日本から送ってもらいました。これは番組で着ることが多くて、はい、なのでもうよく着すぎて、もうしまってるタイミングが ないぐらい。あ、勉強します。勉強とか言って勉強します。なんか、はい、お気持ちですが、はい、セクシーなインリンさんに大ズンバーに見ていただくのすごい恥ずかしいんですけど、いやいや3月に、はい、3月末に出しました写真集、はい、大好きだよです。ちょっとここだけ、はい、セクシーな感じの写真集ですけれども、中身は、はい、中身どうぞ、うん、あ、いいですか？はい、バラバラ、スタイルいいですね。これは台湾人のカメラマンさんが、そうです、そうです、台湾で出版されたそうです。すごい頑張ってますね。お尻めっちゃ可愛いです。いますか？これいいですか？そうですよ。ちょっとだけですが、はい、こんなにいいお尻してます。なんか私おじさんみたいになっちゃった。ダブルベッド、このぐらい、ね、はい、ないと嫌ですよね。これも家具付きですよね。はい、だから賃貸とかと割とダブルベッドの場所が多くて、はい、なんでそれ？ちょっとこれカビがちょっとカビ入ってますよ。これもちょっと救えなくて、これ一度直したんですけど、うん、それでもまたカビが生えてまして、もう分かる。そのぐらい台湾はその湿気がね、すごいんですよ。そこが一番実はね、ネックだよね。そこさえ見てれば、あと虫も多い、ね、多いゴキブリとか出てこない出てこないんですけど、そうゴキブリは怖いですね。怖いよね。そこら中にゴキブリホイホイ隠してあります。そっか、そのぐらいね、その2つがね、ちゃんと改善すればね、もっと住みやすいんですけどね。はい、ね、これ素敵じゃないですか？はい、そうなんです。来てすぐに買いました。あ、でもう毎日つけっぱなしですね。だってもう超溜まってます。水がもうすでに溜まってますよ、ね、はい、すごい勢いで、うちも3台ぐらい炊いてますよ。やっぱでも絶対クーラーはついてます。
ね、これはでも大家さんが全部つけてくださったんで、え、これで、途中なんですけど、ちょっと聞きたいんですけど、ここは家賃おいくらですか？ここは2万円か、なんで高ないですか？でも、え、ちょっと待ってあ、でも実はですね、はい、ここはめちゃくちゃすごいおしゃれな街なんですよ。すぐどこがもうね、有名なデパートです。はい、はい、そのくらい超すごい高い地区ですね。水道代と電気代は込みの、あ、ね、それはいい。期待がね、夏はかかりますけど、ね、そうそう、ずっとつけっぱなしなので、すごいですよ、ここスケスケじゃないですか、これあ、全部見えますねすごい、何のためにあるんだろう、このドアは意味あるのかね面白いけど、トイレ、友達呼べないですよね、これトイレしてるところも、そう、友達のトイレするとこ見えますよなんかホテルみたいな感じ。あ、そう、そこがすごい気に入って、まあ、ここにしました。なるべくこう生活感がない感じの暮らしがしたいなって、まだまだまだなんですけど、かわいい、すごい。で、こちらがシャワーですね、シャワールーム。あれ、バスタブやっぱりないですね。ないんです。なんかやっぱり賃貸だと余計になくって、初めはあるところで探してたんですけど、うん、キリがなくて、ないからないのでキリがなくて、もうそこの条件は諦めて、うん、ここもガラス張り、もう本当にこれなんなんですかね、おしゃれですよね、やっぱりこうガラスにしちゃうっていう、開放してる感じですよね。はい、これ何、美容室みたいですね、これ。あ、本当一緒ですね、美容室に置いてありますよね、この。でも、タレントさんだから、メイクは毎日しなければいけないから、これがあると便利ですね。はい、あ、そう考えるとここはいいかも、なんかちょっとしたメイクルームみたいな。そうですね、ここでいつも髪の毛とメイク、うん、メイクに関してはどの番組でも、司会の番組でも自分でやってます。なのでここでやって、あ、自分でやるのが好きなので。ね、まだ若いのでこれからちょっと楽しみですね、本当に。頑張ってください。はい、頑張ります。はい、皆さん、チャンネル登録よろしくね。グッドボタン押してください。バイバイ。